BJ のバークオールディ・イングリッシュは2002年に結成された米国のスケッチコメディ集団。このグループはインターネット上でコメディの短編ビデオを100本以上発表してきた。近年、彼らは米国中をツアーして回り、2007年には US コメディアーツフェスティバルで公演を行った。グループの最近のビデオはコメディ専門ウェブサイトスーパー。 デラックス・スーパー・デラックスにも投稿されている。オールディ・イングリッシュはバード・カレッジで結成され、2004年にはインターネット上でビデオジムクラスを発表した。これは体育授業で銃の打ち合いの真似事に熱中する光景を描写したものだった。彼らは2004年8月後半から毎週月曜日に自分たちのウェブサイトへ新作ビデオの投稿を始めた。2004年のうちに オールディ・イングリッシュは彼ら自身の制作による DVD ゴリラ・ウォーフェアを発表している。現在、グループの声員はアダム・コノーバー、ベンパ・パピック、ラファエル・ボブ・ワックスバーグ、デーブ・シーゲル、ケーレブ・バークである。2006年夏を通して、彼らは新しいスケッチを週4本の割合で作り上げた。2006年、オールディ・イングリッシュは元メンバー。 ジェシー・ノバクによるオリジナル曲を取り入れたワンピクチャー・エブリーデ e と名付けたスケッチを発表した。このスケッチは、ノア・カリナとジョナサン・ケラーなどによるインターネット上で話題を振りまいたビデオ、カリナのエブリデイ、ケラーのリビング・マイライフ・ファスター・8 Years j k s d リ y ー Fort p r o j e のことの文字りだった。当のオールディ・イングリッシュのパロディも、 YouTube のフィーチャードビデオで取り上げられると急速に人気を得て200万以上も閲覧されるようになった。このビデオはついには ABC の Good Morning America で取り上げられ、またマウンテンデューの広告キャンペーンに使われた。ありがとうございます。